こんにちは、しゅんこです。今日は12月18日バチトレルセンター1周年記念です。こんにちは。ついにこの日がやってきたっす。バチトレルセンターオープン1周年ありがとうございます。おめでとう、1周年だね。とうとうやばいっす。マジ感動っす。感動で手の震いが止まらないっす。本当おめでとう。2014年12月17日にオープンして1周年っすよ。これまで本当にあざっす。お客さんは他のお客さんの中でもトップクラスに遊んでくれてるっすね。本当？でもこの間消去されちゃって、なんか数十日しか遊んでないみたいなこと言われちゃったけど、耳を向けて寝られないって感じっす。いつもごひいきにマジであざーす。ここのセリフ結構みんなそれぞれ違うんですかね。じゃあ店長特製のジュースで乾杯っすよ。いつもの展開。はあ、オープン1周年ジュースいただきます。それいき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 、あー今日は何になっちゃうの。たー、懐かしいような新しいような1周年にふさわしい味わいっす。お、なんか来た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 。おー、何に変身す、あバチトレルセンターへようこそ。自分はこの店のバイトっす。ドットバイトくんだ。なんか買うてくれや。まあ今日も一日一課金しますけど、はい。お客さんノリいいっすね。ってことでバイトがドットモードを覚えたっすよ。いいね、ドットモード。しかもこのドットモードについて重大発表。スーパーマリオメーカーとコラボでキャラマリオにしてもらえた。そう、すげえ。これはちょっとスーパーマリオメーカーやらなきゃ。キャラマリオにはマリオがハテナキノコを取ると変身できるっす。このキャラマリオはマリオメーカーのイベントコースでゲットできるんすよ。クリアするとバイトのキャラマリオがコースを作るのにも使えるんで、バイトが出てくるコースどんどん作ってくれたら嬉しいっす。いいね。でもちろん1周年記念でバイトのキャラマリオがバッチでも登場っす。ドットのマッチョモードもあるぞ。ゲットするしかないな。あ、ドットから普通の状態に変わるときはあのシュルシュルはないんだね。1周年にふさわしいバッチまだまだあるっすよ。1年かけたマリオの冒険がついに完結。最終コース、ピーチ姫を救え。おお、ピーチ姫相当出る。このクッパは逆さまバージョンス。ファイヤーで倒した時のクッパっすね。あ、ピーチ姫は今と結構顔が違うんすけど、突っ込んじゃダメっすよ。そうだね、普通のスーパーマリオをクリアしたらこのピーチ姫を助けるんだもんね。ポケモンも1周年記念の新作がバイトっぽいポケモンたち特集っす。おー、マイナンとかプラスルとかミミロップとかかな。プラスル、ミミロップ、マイナン、耳が長くて可愛いポケモンっすね。ニンフィアはミュウはピンクつながり。照れるけど嬉しいっす。あ、ミュウってピンクなんだ。僕ずっと白かと思ってた。マッチョモードに近いものを感じる。ゴーリキやカイリキもいるぞ。もうシュルシュル多すぎ。あ、顔戻ってないし。そしてこの1年を初日から支えてくれたあの人気キャラも登場っす。しずえさんかな。あ、すいません、顔やばいっすかね。バイト服のしずえさん、なんとうちの店の制服で登場っすよ。しずえさんもね、バイトくんの位置にたまには来たらいいのに。バーバラ様みたいにね。この服は動物の森にも出てこない完全オリジナルっす。いいね。あ、お客さんは知ってたっすかね、バイト服のしずえさん。1周年より先に見ちゃったお客さんってかなりレアっすよ。マジやばいっす。見たかな、よく覚えてない。そして1周年の超とっておき、今回だけの超激ヤバ企画、なんだろう。なんと今だけ5プレイ50円、1周年の大感謝セールっすよ。あ、なんだ、約半額になったってことだね。12月24日まで。半額はね嬉しいんだけど、半額を覚えるとね、また元の値段戻った時にちょっと課金に抵抗が出るよね。でも無課金貫いてる人はね、あんまり嬉しくないかもしれない。12月24日までいつもの5プレイ90円が5プレイ50円で遊べちゃうっす。さらにさらに、なんとセールが終わるまでの間は1周年の大感謝キャンペーン、毎日無料プレイプレゼント。おー、いいね、これは嬉しい。新しいバッジもこれまでのバッジもゲットしまくってほしいっす。それとバッジコンプオーブンインキャンペーンで日替わりでいろんな台を入荷するっす。そのカテゴリーの台が一気に入荷するんで、フルコンプを狙ってほしいです。おお、そうだね、僕もじゃあフルコンプ狙おうか。
それじゃあ1周年の豪華ラインナップ気合い入れてどうぞす。さあじゃあ今日はね、アルト君が早速ポケモンね名前いっぱい教えてくれたんでこれやっていきましょうか。プラスルとマイナー可愛いよね、僕大好きなんです。まずはねホルビーとホルードを押しつつ掴むみたいな感じができたらいいなと思ってます。でミミロップもちょっと崩すみたいな、できるかな、うまくいくかな、ちょっとやってみます。ほい、あ、そっち行っちゃうの全然想像と違う展開になっちゃいました。ゲゲゲ、押してプラスロを押して押せるかな。プラスロを取る、うむうむ、頼む、大丈夫だよね、 OKOK、 これいい形になりました。これで4手で多分できるでしょう。さあ練習台いきますね。今日の練習キャッチャーは、ついにこのバイトをハンマーや爆弾で吹っ飛ばせる日がバッジは何されても平気なんでお好きにやっちゃってほしいっすじゃあ練習スタート。なるほどバイト君を爆発させるんだね。もう朝早速ねくんくんくんがイカの上にね爆弾を置くといいよと書いてくれたんでイカの上にね置いていきましょう。ドン、うむ。さあこっからどうしていこうかな、この隙間に入れていこうか、どんどんドンと、どこ入れようかな、これはぷくぷくの隣、ドン、ふむ。さあこれこっからどうしよう、いけ、想像以上に吹っ飛ばなかった、いけ全然吹っ飛ばないじゃん右はあんまり良くないのかな、爆風が弱いぜ。249枚でしたね、ふん、あ1プレイ無料でした。よし、それじゃあミミロップ掴んでいきましょう。はい、あやべ、やばい、やべえ、やっちゃったもうやっちゃった、おしゃれプレイいっちゃうよ。よし、もう一回取るぜ、しっかり、大丈夫だよね、これは入ったでしょ。あ、後手かかっちゃうね、大丈夫だよね、ちゃんと取れるよね、大丈夫だよね、取れるよね、ちゃんと落とさないよね、うん、OK、 やりました、5手かかっちゃいましたね。よし、次はねニンフィア台狙っていきましょうか。まずは奥のトゲキッスを狙いたいんだけど、トゲキッス入ってくれるかな、やってみよう、どういう展開になるか。ギリ止めは成功、頼む、お、取れそうじゃない、あーなるほどなるほど、これで押してトゲキッスを取りつつ右もずらして、オッケーオッケーオッケー、そしてあとは一手でニンフィアをしっかり取れば終わり。さあ行きます、集中、せーの、ほい、入ってくれ、スルスルっと中に、頼む、大丈夫だよね、もう引っかかってるよねそれ、頼む、引っかかってるよね、コーン、あーよかったよかった、あーコンプできました、とりあえず2台コンプできたね今日。はい、ミミロップとかねプラスルかな、こっちもうトゲキスとかゲットできました。はい、それじゃあ今日のミマスコーナー行ってみましょう。今度のフェスのお題は愛 vs お金、どっちが大事、愛ゆえに人は生きるのだ、お金はどうにかなる、いやいやお金がなかったら余裕がなくて愛どころじゃないだろう、愛 vs お金、さああなたはどっち、これは難しいね、お金があってね孤独と
お金がないけど、たくさんの人に囲まれる、愛がもらえる、どっちがいいかな、難しいね、まあ、もちろんどっちもあった方がいいんだけど、どっちかって言われたらやっぱり楽しい愛が欲しいかな。どっちか片方がないと仮定したらね、お金があっても一人だったら別に全然面白くないと思う。ということで僕は愛ですね。ゼルダの伝説が映画になった、映画館の大スクリーンで戦うリンク、マジで映画館の座席みたいでやばいっすね。これ元は箱ボーイのバチっすね。すげえこれ、これうまい、もう本当にね映画館みたい、これすごいデコリですね。ところでお客さんがいないのはあの超大作映画の公開初日だからスターウォーズですかね。スターウォーズ結構見る人いるのかな。はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日はね1周年記念で何が来るかと思ったら、なんと、課金がね約半額の、50円になったと、あとねバイトのドットくん、あとねバイトくんがドットになって、そしてねマリオメーカーにも、登場するというのが発表されましたね。これはちょっと楽しみかな。で台の方はね、バイトくんのドットバッジと、まあ、ポケモン台、そしてピーチ台、あとバイトくんのコスプレしずえさんですかね。ここら辺今回台数はね9台とちょっと少なめなので、まあ他の今まで取り逃したバッジを取りつつね、新台の方もね狙っていけたらいいなと思います。ということで明日も楽しくバッジ取っていくんで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。